はようございます。フォーレックス TV ニューヨークのレミです。7月21日月曜日の朝の為替レポートをお伝えします。21日のアメリカ株式市場は小幅高で始まっています。ダウ工業株30種平均は前週末30ドル高の11,527ドルで推移しています。ナスダック総合株価指数は 5.92 ポイント高の 2,288.70 で推移しています。今朝発表の決算が大幅な利益となり、市場予想を上回ったバンクオブアメリカが上昇し、金融株を中心に相場を押し上げています。また原油価格が急落しています。金融機関の決算発表は今週も続き、サブプライムローン問題に関連した損失拡大が懸念されています。ニューヨーク外国為替市場で円相場は前週末5銭円安ドル高の106円95銭から107円5銭で始まりました。今朝発表された米銀大手バンクオブアメリカの決算が予想を上回ったことを受け、円相場は小幅続落しています。ロンドン市場で一時円は107円16銭まで下落し、その後は107円ちょうどで推移しています。今週は23日に FRB が地区連銀経済報告ベージュブックを発表します。また25日には6月の耐久財受注が発表されます。以上、フォーレックス TV ニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報についてはフォーレックス TV ジャパンをご覧ください。